めちゃくちゃ久しぶりでございます。で今回は書きました。でちょっとね、もともとのね、ちょっと夏休みに声かけようって決めてて、書き始めてたやつだったんだけど、やめたのよ全部一回。より等身大近い方にしようかなと思ったんだけども、え、読んだ？読んだ。なんかさ、自分の中ではさ、イメージ通りではないんだよ、ゴールとして。なんかもっといいゴールあったんだろうなと思うから、なんか読みながらどんどん変わっていくと思うんでなんかいい感じのゴールを作れたらなと思います。はいはい。緊張する？めちゃめちゃなんか声を発することしてるよ。あ、そうなんだ。なんていうの、全然よし、それではよければ、はい、はい、いきます。はい、今日は学校のテストが返ってくる日。正直全く手応えがない。お母さんにお腹が痛いから休むと言った。一発で気分を解かれた。ああ、もうなんでちゃんとテスト勉強しなかったんだろう。多分大丈夫な気がします。あ、大丈夫そう。多分エセ関西弁っていうのがやっぱなんか向こうの人からしたら気に食わないらしくて、けど別になんだろう、これは俺の感覚なんだけどね、例えば韓国人のさ、アイドルとかがさ、日本語でありがとうございましたちょっと片言って可愛くない？わかる、わかる。なんかあれが韓国語で言われる、多分ちょっと日本語を勉強してやってきたんだろうなとか、ちょっと努力が見えたというか、っていうのをなんかすり寄ろうとしてる感じとかがさ、うまく喋れてなくても、喋ったら喋ったらうわすごいってなるし、喋れなかったらなんか可愛いなって思うじゃん、っていうとこってやっぱ俺はなんだけどあるのかなと思うんだよ。はい、どうも、住田幸太郎一人画角です。今日ね、タイムイズゴールド収録日なんですけども、ソワちゃんがですね、学校の模試、塾の模試、ちょっとどっちかわかんないけど、模試が終わってから収録に来るということで、お腹を空かせてるだろうなと思って、なんか軽食的なのをこれからスーパーで買っていきたいと思います。で、何がいいって聞いたら、というか、何が好きって聞いたら、なんか、これは最近のこの言い方なのか、それともソワちゃん独特なのかわかんないですけども、ブルボンが好きだと。ブルボンっていうのはお菓子の会社ですね。僕たちは例えばじゃがりことかポテチとかいいんだけど、ブルボンの中の特に今アルフォートが好きって言ってて、なんでアルフォートはマストで、ちょっとこれから買い物していきたいと思います。ブルボンってでも甘いのしかないんだよな。なんかそうだね、しょっぱいやつもいるのかな、まあ、アルフォート、あ、何度も買おうか。はい、という感じですね。ソワちゃんの好きなブルボンの、これ全部ブルボンです。アルフォート、チョコブラウニー、ルマンド、あとまあしょっぱいのも必要かなと思って、この2つも買ってきました。軽食代わりに、ちょっとサンドイッチとかでもですね、置いとけば、なんか気持ちよく撮影できるかなと思いました。はい、ということでですね、これから、やるのはですね、最近のタイムズゴールド結構カット割りっていうのを多くしてまして、なんか初期の方は、投資というか、その最初から最後まで2回角度変えてたんですけども、なんか最近そうじゃなくてドラマっぽく、つながりからかな、つながりから結構ここはこの角度、ここはこの角度っていうのをですね、ちょっともう最初から決めて収録してるということでですね、今回もそれをちょっとやろうと思ってまして、まあ僕が考えておけばよかったけど、考えておくのを忘れたので、みんなが来る前に先にちょっとパッてやっちゃおうかなと思ってます。
ということでですね、よいしょ、カメラのセッティングです。最近事務所来たらマイクが変わってたんですよ。ガンマイクになってて、最初はですね、この、まあ、今からボリューム1のですねメイキングを見返してもらったら分かると思うんですけども、カメラの使い方とか一切分からず何も分からない状態からスタートしたんですが、もはやねスマホになりました。でですね、この顔当ての方にはですねちゃんと光が拡散するというか、こうディフューザーというですね、これをに直撃したよ。久しぶりだからな。どうやるんだっけな。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。おずるさん。はい。そなちゃん知らなかったって。あ、そうなんだ。おめでとうございます。ありがとうございます。結婚したことを知らなかった。なるほど。今びっくりしました。久しぶりです、わちゃん。久しぶりです。今日お菓子いっぱいね、僕こう用意してるんですよ。で、そわちゃんがやっぱこうこのちょっと前まで模試をしてたということで、はいはい、お腹すくだろうなと思って、はい、好きなものあるって言ったら、うん、なんて言ったと思いますか。これなんだと思います、この共通点。共通点。はい。チョコだけじゃないな、あるしな。このサンドイッチ関係ないっす。あ、このお菓子だけね。はいはいはい。チョコだけと思ったけど、この2つチョコじゃないから、なんだろう、ブルボン。正解。みんなつってこれって今学校ではみんなそう言うの？いや、普通に名前です。私がたまたまブルボン、ブルボンが好きで、そうなの。好きでって言ってたら、あ、ブルボンじゃんと思って。それでブルボンって言ったらね、自分の好みがもうブルボンだ、ね、もう完全にブルボン。いや、いいと思うけどね。どう？え、めっちゃいいですね。一応これ 4K で、 4K すげえ。まあ 4K はもうね、スマホにも搭載されてるからね。いい感じじゃないかな、全然。うん、いや、いいと思います。じゃあ、そわちゃんの準備さえ良ければ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？あ、なんか楽しかった。緊張したけど楽しかった。ありがとうございます。タイムズゴールドを僕、初めて今回書かせていただいて。そうだよ。そうですよ。どうでしたか？余裕でした。大変でした。余裕でした。いや、なんかまあ、本当にこれ、ちょっとまあ裏の話になると、最初もともと書いてた話を全部やめたんですよ。うんうん、聞いてた話と違いました。全然違う。なんか、おるさんにこんな話ですけど、全部やめて、うん。っていうのも、なんか、居酒屋のシーンがあって、ま、そういえば、そばちゃん18歳って言って、なんか、まあ、いくらお芝居で朗読劇とはいえ、なんか、居酒屋でお酒を飲むってシーンはいかがなもんなんだろうって、なんか、急に思っちゃって、やめようと思ったんですよ。そっから、あの、全部消した。まあ、データのことですけど、やめて、どうしようかなと思ってる、なんか引っ越しが始まって、しばらく脳のリソースがそっちに持ってかれて、で、終わって、うん、やばい、稽古始まる、そろそろ書かなきゃいけないなってとこから取れかかって、うん、間に合いました。よかったです。よかったです。ます。はい。まあね、あの、見ていただいた方がどう思うかは、ちょっと、なんかまたおいおい聞いていきたいなと思いますので。緊張しますか？感想とか。めっちゃ緊張します。やっぱちょっと違う。やっぱ違う。やっぱり。なんだろう、自分の作品ってなるからですかね、やっぱね。緊張しますね。じゃあ、それでは、あの、タイトル、なんだっけ。でもね、正確に言ったら俺タイトルまだ決めてないんですよね。あ、正確に。直前まで決めて、今、仮はこの街の公園でだけど、なんか、ちゃんと決めてないっていう。もしかしたら変わるかもしれない。変わるかもしれない。今、ここの時点でのタイトルは、この街の公園でなんですけど、ちょっとまだ未定です。タイトルが変わってるか変わってるかも。ちょっとお楽しみくださいませ。ちょっと変えなきゃいけない気がしてきたので。そうしたら、はい、ということで、あの、そばちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。